はい、皆さんこんにちは、なおみちです。早速続きの方やっていきましょう。結構楽勝だったね。スチールソードとイント。
ラボスっぽいよね。多分ね、まあ、アルゾフは裏ボスじゃねえな、ラスボスで闇の人形は多分裏ボスじゃねえかなっていう感じはしなくはないね。ケムコって大体そんな感じだしね、毎回。アウトーナかに戻り、研究所もなんか怪しいけどね、なんかどっかでボスになるんじゃねえのとは思うけど、クロノスを、異星の聖剣者が生まれた故郷。ソメロ王国のバージニア遺跡を抜けた先。とにかく次の目的地がはっきりした、ね、まあでもね、まあでもようやくね、その船に乗れるっていうのはね、まあまだ中盤ぐらいかなーなんて思ってっていう感じですよね。
と、まあでもね、船なんてケムコ作品どれも一緒なんで、そんなに効果ないな、あの子で。そんなに効果ないな、これ。これなんか、高レベル区域だったりしないかな。ちょっと一旦セーブして、あれだな、ちょっと待とっていいかな。やっぱ高レベルエリアか。やっぱりこれ高レベルエリアだよ、これ。ということで、ちょっと今日はこれで終わりにして、ここでレベル上げてから次行きましょう。じゃあまた次回。